おはよう <laughs> いつもよりだいぶ遅いけどまだ時間に余裕あるから全力で走ってこなくてもよかったのに悪いとか感じないでよ寝坊したから遅れるって連絡くれたんだしこうやって待つのも待ち合わせの一つの醍醐ご味じゃまあ <laughs> とりあえずゆっくり深呼吸して息整えて。 はい、吸って、吐いて、もう一回吸って、吐いて、<laughs> それから手出して。はい、水。待ってる間に買っといた。お,ーお金はいいよ。一口飲んで落ち着きなって。ははは。 ほんとクソがつくほど真面目だね。待ってたことといい、水のお金のことといい、俺が好きで勝手にやってることなんだし、気にしなくていいんだよ。どうしても気にしちゃうっていうなら、これからも一緒に生き返りしてくれない俺の毎日の楽しみだから。え <laughs> は 俺の話聞いてたなんで先に行かなきゃいけないの意味わかんない。また君が寝坊したとしても、絶対に先になんか行かない。もしも、君ががっつり寝てて、起きたら昼でしたみたいなことになっても、ここで待ってる。で、一緒に遅刻する。 理由そんなの適当に言っとけばいいよ。朝起きたらお腹痛くてトイレと友達になってました、みたいな。<laughs> まあ、あからさまに嘘ってバレるような理由だからきっと怒られるだろうね。だとしても俺は、君を置いて一人で先に行ったりしない。うん、マジ。 自分の評価より、君との時間の方が何倍も大事。<laughs> いやいや、もう寝坊しないじゃないんだよ。この程度のことで自分を追い詰めるようなこと言わないの。<laughs> そんなこと言ってると生きるの苦しくなっちゃうよ。がんじがらめっていうか、縛られてるみたいで息詰まりそう。 うん、まあ、勝負になったら仕方ないか。俺 <laughs>、そこまで不真面目じゃないです。ほんのちょっとだけ楽してるだけです。<laughs> 嫌いなわけないよ。律儀で真面目なとこも好き。俺にはできないことだもん。でも、 今日の君はいつもと違って、ちょっと不真面目 <laughs> 付き合いが長いとダメなとこも似てきちゃうのかな <laughs> 確認だけどいつもみたいにきちんと身だしなみは整えてきたんだよね <laughs> やっぱそうだよね残念ながらここまで全力で走ってきたからかボサボサになっちゃってるよ <laughs> ほら、こことかアホ毛立ってるうっそだ <laughs> されたさっき俺のこと不真面目発言した仕返し,し <laughs> 大丈夫だよ寝癖もなければボサボサでもないいつもと変わらずばっちり決まってて可愛いよ 次の電車乗んないとマジで遅刻する。<laughs> はいはい。文句は電車乗ったら聞くから、急いで行こう。<laughs> 真面目な君は知らないと思うけど、この時間の電車かなり混むから、俺から離れないようにね。